はい、ユニゾンスクエアガーデンのベースの田淵智也です。今回ですね、9枚目の我々の、ニューアルバム、ナインスピールが、発売、4月12日に発売するんですけど、まあ、それの、賑やかし企画としてですね、メンバーそれぞれ対談動画というものを、作ろうということで、私、田淵智也から、この人をお呼びさせていただいて、対談したいと思います。映像ディレクターの依田信孝さんでございます。よろしくお願いします。お願いします。出ます？こういうの。いや、全然出たことないんで、超緊張してますけど、はい。でもなんか、まあ、ちょっと緩めなんで大丈夫です。緩めだ緩めと思らしい。割となんか柔らかな感じで話してもらえればと思うんですけれども、はい。まあ、依田さんはですね、我々の、アニメーションミュージックビデオ、まあ、みたいな形で、昨年出したカレードプラウドフィエスタとですね、カオスが極まるというこの2曲をですね、その使ってもらってる、タイアップされてる、アニメの、映像を使ったアニメーション MV というものを、作っていただいたという、去年とてもたくさんお仕事をさせてもらえる、いえいえ、お世は話になりまい、した。というのがありまして、これのいきさつから、話したいなと思っているんですけれども、それどういういきさつで話してきたか覚えてます？どういういきさつだったんだっけ？まあ、平田さんから、ディレクターの、はい、音楽ディレクターの平田さん。はい。から、まあ、アニメーション使った MV を、まあ、ユニゾンさん自体は珍しくそういうことをやりたいってこと。まあ、言うても対バニの2期。まあ、もちろん1期やっててからの2期なので、まあ、なんかこう、アニメーションの素材を使って、なんかやりたいんですけどってお話を、確か電話で受けて、ぜひ、みたいな感じで。そうなんですよね。久々のそのシングルで、まあ、そのアニメにその使ってもらうっていうのもあって、私のまあ、何でしょう、戦略って言ったら物々しいですけど、まあ、シングルのその宣伝として、バンドがやるそのミュージックビデオと、もう一つ、そのアニメーションを使ったミュージックビデオを YouTube に載せることができないかっていうのを思いつきまして、まあ、バンドの、ユーザーにも訴求できるし、アニメを見てる人にも楽曲を知ってもらえたらいいなっていう、まあ、せっかく大事なシングルなので、丁寧に、広めて、られたらいいよねっていうところから、このアイデアが出てきて、最初、カレードプラドフィエスタだけそのやってもらったんですけど、それが大変好評だったので、味を占めて、与田さんもう一曲お願いできないですかって言って、2曲やってもらったっていうのが、あれでしたけれども、そもそも与田さんは、肩書きとしては、その映像ディレクターとして紹介させてもらいましたけあ、ど、そう、映像ディレクターでいいと思います。アニメ監督っていうには、ちょっと別に長い本編をやってるわけではないので、主にどういうそ主のに、作業が多いんですか？僕らはそのアニメとか映画とか、まあ主にアニメ映画とかも多いんですけども、予告編とかを作ってたんですよ、最初。で、予告編作ってるうちに、なんかショートものとして、なんかMV とか、それこそオープニングか、オープニングとかエンディングを作ってみませんかみたいなことをしばらくやってて、で、それこそ最近はその MV、まあ、4分とかその楽曲のフル尺のものが多くなってったんで、僕、そう、アニメ監督ってちょっと微妙におこなるほがど。ましい感じなんでまあ、そのいね。ろんな作品やるときにも、まあ、なるべくこの作品を面白いものと思ってもらおうって役目が多分予告編そうのですね、作予り方だ告と思うんですは、けど、そうですね。今回の我々の、アニメミュージックビデオは、まあ、僕の、目的としては、まあ、音楽と絵がかっこいいもの、アニメの切り替わりがかっこいいものっていうのと、アニメファンが泣けるもの、作品のファンが泣けるものっていう、お題をカレード・プラウド・フィエスタには、お願い、リクエスト内容として盛り込んでいて、今、見たことない人に面白さを伝えるっていうアニメーションと、僕がリクエストしたのって、対話に知ってる人が泣けると最高っていうのをリクエストした記憶があって、まあ、それは、その当時、まだ、アニメ作品が全部それこそ絵ができてない状態だったからっていうのもあったと思うんですけど、僕的にはアニメ好きな人に、対話にのことがより思い出せるようなものになるといいなって思ったんですけど、見たことない人に、届ける、絵の作り方と、コアファンに届けるっていう作り方だと、なんか明確に違うところってどういうところですか？明確に違うのは、何でしょうね。だから、田淵さん、曲作りとかに例えるとなんですけど、今田淵さんからいただいたオーダーのやつは、どっちかというと、この素材を自由に使っていいからリミックスしてくれみたいな。リミッリミッククス、ス。そう。とか、あと、いわゆるサンプリング、このサンプリング素材だけで曲を作れみたいなのと似てます。なるほど、なるほど。MV みたいな。だから予告編は、
なんつうし、ある、あくまで本編がある中のいいとこつまんだエディットなんですけど、はいはいはい。いただいた MV のお題は、この素材があるので、リミックスって言うとちょっと違うのか、この、うん、このサンプリング素材だけで新しいものを作ってくれっていうのと似てるっていうか。なるほど、なるほど。その、後でまたね、映像を見ながら、やりますけど、その、タイガー&バニーの一期の、この映像をこの歌詞に載せると、なんだかそれっぽいシーンのように見えてくるみたいな、そういうギミックがすごいたくさんあって、これね、ファンが見た時に、あのシーンだって言って、田淵はもしかしてここを狙って作ったのかもしれないって、後乗せでなんか俺のカバー上がるみたいな。いやいやいや。でも打ち合わせした時から田淵さんすげえな、僕最初お会いした時にその、うん、いや、まさかご本人来るとは思ってなかったんですよ、正直その。打ち合わせは大事です。そうそうそう。アーティスト本人とこんな打ち合わせするんだみたいな。しないんですか？大事じゃない？あんまりね、プロデューサーの方とすることはありますけど、うん、あ、しかも本人がこんなに喋れるみたいな、めっちゃクレバーな話し方をされてたんで、今、そのいただいたお話みたいな、その、どうやってアニメファンに届けるかみたいな話を、その時、覚えてらっしゃらないかもしれないけど、うん、すごいされてたんですよ、はい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 。で、どういうとこに向けてっていうのがあったんで、うんうんうん、まあ、なんでしょうね。もうその時点で手抜けないですよね。運命で決められてた僕らの出会いがですね、身を結び、カレードプラウドフィエスタの、ミュージックビデオじゃあいざ作ってもらったよっていうことなんですけど、まあ、ここから先はどうやって作ったのみたいな話を、はい、まあ、せっかくだから映像を見ながら、うん、話していくで、もう曲が終わるまでに話が終わる保証が全然ないんですけど、まあ、とりあえず流しながら、はいはい、うわ、この絵すごいよね、などと言いながら、はいはい、その制作についてちょっと深掘りさせてもらえればと思います。じゃあ準備ができたんで、カレードプラドフェスタちょっと見ながらお話伺わせてください。はい。これそもそも、うん、素材集めってどこから始まるんですか？素材集めは、まあ、その、ですね、この、ま、ある話数までっていうのがある程度あって、アニメがそこまで制作できているよと。できてるっていうのをもらって、はい、ここの素材は、背景だけ欲しいとか、はあはあはあ、ここの素材はキャラクターだけ欲しいとかっていうのをなんか一個一個見ながらこうなんか、あ、なるほど、素材としてチェックしていくんですよ。ってことは背景とキャラクターも違うければみたいな、そのちゃんと細かいレイヤーみたいなのがあって そ, うですそれをまあ組み合わせていくみたいな。そうですね。で、本編の作り方によってもこれは分かれてないですとかもあるんですよ、うんうんうん、実際1枚で作ってますとかもあるんで、はいはい、その辺もちょっと相談しながらこれ分けられますか。それでも根底を作るまでめちゃめちゃ時間かかりません？そうですね。だからある程度素材見ながら、うん、分けていくみたいなことはありますよね。このなんかキャラごとに例えば分けるとか、はい、使いやすそうな絵があるかっていうのをすごいこう、うんうん、タグ付けしていくみたいな作業をするのはあります。まず見るだけでもう相当な時間がかかりませんじゃん。まあそうですね。見ていくのとかは結構。でも見ながらここでそのこの曲のこのところで使えるかもみたいなのを思い描きながら、そうですね、思い描きながらやるんですけど、まあ、でも大体、うん、どこで使うかは分かんないけどある程度素材の塊としてこう、はい、ピックアップはしておくんですけど、うん、これで言ったら多分最初に決めたの誇れるかだろうのところかな。あ、2サビの前ですね。そう、あたりを最初に決めた気がします。そうなんだ。そうですね。この、アニメーション MV の特徴はですね、うん、歌詞が入るっていうその、まあ、タイミングと、まあ、何を使って何を使わないのかってこれまたセンスが問われるところだと思いますけどどうやってその言葉を入れたりみたいなのって決めていくんですか？これね、言葉はちょっとアイマンとこですね。こうね、キラーはって今自分で書いてたじゃないですか。なんかここを使いたいんだっていうのがなんかここはちょっと歌詞ちゃんとねみたいなところはあったんで、うん、あったんですけど、そうですね、なんかね、やっぱね、歌詞どこ見せるかっていうか、やっぱどこだろうな、なんかあるんですよ、うん、強い言葉というかその印象に残る、結構その語彙力じゃない、なんつうの、言葉の数も多いじゃないですか、ユニゾンの曲は。そうですね、はい、だから結構流して聴いちゃうと、うんうん、最終的に何言ってるのか分かんなくなっちゃったっていうところがあるじゃないですか、うん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 、でも要所要所に今問いただしてくれもそうですけど、
スッと入ってくるのがあるから、うん、なんかそこを泣けるポイントなんです、うん、僕の中で。なるほど、なるほど。じゃ聞いた時にここのワードを使うというのは、耳当たりで決めるみたいな。そうです。はいはいはい。誇れるかだろうって、あ、なるほど、それ問われてるのね、今っていうような感じです。なるほど、なるほど。なんか僕が音楽聴いた時に、あの、引っかかりとして、この曲いいなって思うポイントに今の話すごい近くて、はい、僕結構言葉で聞くんですよね。別に歌詞の内容とか文章とかじゃなくて、うんうん、今の単語めっちゃ良かったな、みたいな。今の耳当たりと音乗り最高みたいなので、人の曲とかも聞いたりして、それとなんかもしかしたら近いのか。いや、近いと思います。多分、だから、田淵さん、それで書くのが超うまいんだろうなと思って、いろんなとこにその、引っかかる言葉の、うん、響きっていうんですか、単語とかを結構実は親切に出てくれてるなとは思って。そうなんですよ。自分が書いてる時もそうやれてるんですね。なんかなんかおこがましい話ですけど、まあ、普通に歌詞の量が多い中でやるからね、うん、すごい。うわ、嬉しいですね。あの、僕がそのアニメーション MV を作る時に、まあ、歌詞とかが出てきたりすると、うん、なんでしょう、アニメファン、まあ、アニメファンのために、作れたらっていうのですけど、うん、まあ一緒にその言葉と一緒に思い出に残るかなみたいなところがあって、アニメーション MV といえばこうキレのある歌詞のなんか入れ方みたいなのですごくワクワクしてたんですけど、なんかあのやり取りしてる中で、あの、私からのそのリクエストが、この曲って、ね、あの、今までのタイガー&バニーの3曲の、歌詞をそれこそサンプリングして、あの、2番のその A メロでなぞっていこうっていうのが、オリオンなぞるの引用、はい、史上最重要なドラマがっていうのがリニアブルを聴きながらからの引用、はい、で、サビに出てくる I miss you はもういらないっていうのが、あの、ハーモナイズドフィナーレからの引用なんですっていうのを、はいはいはい、なんかあの、めちゃめちゃ偉そうにこう説明して、で、なんかここがその出てきた時にこう、なんかあの、前の曲を知ってる人もなんか、お、今のはってなんかわかるような、いや、泣けますよ。じゃあここちょっと入れてくれると嬉しいですみたいな。もうすごく思ったりしたんですけど、いや、そう、それを教えていただいて、それはぜひって感じなんで、ありがとうございます。なんか、うん、そうですね、本当にね、歌詞入れるのって、うん、割とそう、自分で泣きたいポイントに入れることが多いので。なるほど。アーティストですね。まあ、でもそれこそ本当サンプリングのね、考えに近いかもしれないですね。逆にその、これは、あえて入れないみたいなのとかってあったりするんですかね。あえて入れないというよりかは、なんかあの、あまりにおセンチになりすぎないような感じにしてるところはあります。うん、はいはいはい、なんかあの、なんでしょうね。どこだったっけな、さっきあの、霧吹きシュってやってるとこ、あの、どこだっけ、あれ、歌で言ったら1サビ終わりかな、いつだろう、霧吹きのところ。あ、この後ぐらいと思う。おぉ、ここの、ここの答えだろうの拍の取り方で、はい、なんつうんでしょうね、あの、ちょっと、別になんてことないシーンじゃないですか、わかりますでしょ。いやいや、気になるよ、気になるよ、ちょっと待って。あ、答えだろ、はい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 、すごい、僕別になんてことないところなんですけど、その泣ける以外のところでこういうの入れるの好きなんです。なるほど、このリズムが気持ちよくて、そして最後に答えだろうっていう言葉が入ってくるっていうね。やっぱその、そう、与田さんのやつ、やっぱ音のタイミングの合わせ方は僕本当すごい好きで、エジニー男子ダダ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 、はい、勝ったみたいな、これやっぱやってて楽しくないですか。超楽しいです、超楽しいです。で、まあそんなカレードプラドフィスターですが、もう与田さんのおかげでもう、あの、でバンドの多分 MV よりも先に出したんですよね。まあ、というのもあって、そのタイガー&バニーのファンの人たちにたくさん見てもらえてラッキーっていうことで、それに味を良くした我々は、あの、去年もう一枚その大事なシングルを出したカオスが極まる。これもせっかくだから与田さんにもう一発やってもらおうぜということで、ちょっとあの、ズーズーしくお願いに上がって、その作ったというのがありますけど、これもめちゃくちゃすごい MV なんで、いろいろ聞きたいことがあるんですが、ぜひ、見たいと思います。はい、じゃあカオスが極まるの、はい、アニメーション MV、見てみたいと思うんですけど、これはもう、最初の、アニメからのオーダーにあった内容と結構近かったんですけど、とにかく、ぐちゃぐちゃで良いのだととにかくあのスピード感あって良いんだっていうのを、もらって、まあ、こういう曲を作れたんで、なんかこれも、楽曲の勢いをとにかくアニメの切り替えとサッカーのスリリングな感じをとにかく持ってくれっていうことで、なんならあのカレードプラドフィエスタより攻めたものにできたらなと思ったんですけど、オーダーいただきました、ね、どうですか、2回目やるぞってなった時に、何かカレードプラドフィエスタを経て何か、そうですね、でも、まあ、
2回目というよりかその楽曲聴いてなんですけど、まあカオスな曲だと思ったんですよ最初そのいろんな意味で。だから逆にそのちょっとなんですしね、遊び場としてはすげえ広くなったなと思いました。そのいい言葉、うん、遊び場として、うん、はい、嬉しい。なんかそのもちろん本編のこんぐらい使えますよって素材の量とかももちろんそうなんですけど、その楽曲としてなんでしょうね、あの置きに行かなくていい、うん、いいんじゃないかなって思えるやつですね。いいですね。まさにあのまさにあれですよ、うん、だから隠すべき一線を超えるよ的な感じじゃないですか。嬉しい。多分そうですよね。そうですね。もうクリエイターの人がやっぱこう思いどなんかもうとにかく思うがままに作るっていうなんかね局面に立ち会うの私すごい好きで、好きにやった結果できたっていうのが一番最高そんなねコンテンツばかりで溢れてほしいぐらいなんですけど。いやそうですね、なんかこれは本当に映像の切り替わり方もでももうあの結構作ってて、あの、まあ、カレッドプラウドフィエスタの時より、話し合いが何回かできたのもあって、作ってる最中にそれのやり取りが僕すごい面白かったんですけど、人によってその音のリズムの取り方が早い方がいい私と、うん、普通に取るとちょっと遅れる野田さんっていうのがすごい面白くて、これすごい難しいとこで、うんうん、あのなんでしょうね、映像ってこれまあだから24分の1コマじゃないですか、はいはいはい、でも多分本当に拍を取り出すと、うん、まあ、それこそ音で言ったらあれ48キロヘス4万8000分の1とか縦に割ろうと思ったら細かく割れるじゃないですか。でも映像ってどうしても1秒間24個しか割れないから、うん、早い曲の裏が微妙にどっちみたいな、わ、うんうん、かります、はい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 、なんかそういうののなんかこうこれどっちの方が気持ちいいんだろうなみたいな、ね、1コマずつずらしてみてやるとかっていうのは、うんあれめっちゃ面白いですね。ちょっと一回最初戻りますけど、もう最初からもう結構難曲でしたよね。ここがっていうから、この点点点点点なんですっていうのが多分これ文字じゃ伝わんないですよね。直接話して僕で言った点点点点点点っていうこの駆け出す瞬間の足を踏み込んだ瞬間が。音のタイミングなのか、足を蹴り出したタイミングが音の瞬間なのかっていうのを、はいはいはい、細かくなんか確認して、僕的にはこっちですけど、与田さんどうですかっていう提案したものもあれば、与田さんがこっちが気持ちいいっていうものに関しては、あ、これはそっちが正解だと思いますっていう。これね、本当好みと、だからどっちがいいとかって超むずいんですよ。そうですね、本当にこう、人それぞれリズムの取り方ってあるんだなっていうのすげえ面白かったなと思っていて。はい、そんな感じで。いやいや、すいません、そんな。はい、こんな感じじゃあ、与田信長さんと、お送りしてきましたが、このカレードプラドフィエスタと、カオスが極まる、これアニメーション MV マジかっこいいんで、あのめちゃめちゃ見てほしいんですけど、その2曲が入ったアルバムがですね、4月12日に、こっちか、4月12日に、ナインスピールというアルバムで出ますので、これぜひね、あの CD も買ってもらって、まあ、サブスクでも聴いてもらってという、感じになってくれたら嬉しいなと思います。はい、与田さんもまたぜひご一緒できる時あればと。ぜひぜひ。本当に今回のそのね、アルバムの先行シングルにも多大なるご協力いただき、本当にありがとうございました。本当楽しかったです。今後ともよろしくお願いします。仕事か趣味かぐらいの感じでした。ありがとうございます。全然わかんないです。ありがとうございます。ありがとうございました。